感動された男がめちゃくちゃ強かった剣になるな。なかなか贅沢な悩みを叶えてもらっているな。もうノリノリだな。シド君、あのすぐあ同感。<laughs> はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。 今回見ていくのは、影の実力者になりたくて、第15話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。影の実力者になりたくてですね、今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、まあ、前回であらかた聖域編というか、アウロラ編というのが、まあ、あらかたまとまりまして、また次、武神祭編に入っていくぞ、みたいな感じになっているわけなんですけれども、今回はまた何が起きていくんでしょうね。なんかちょっと前回のラストで、結構こう、ローズさんがね、結構かなりなんか胸になんか紋章が出てきて結構やばいや やばいよみたいな感じになってしまっているので。まあ、あれが何を引き起こしてくるのかっていうところだったりだとか。また、シド君が何をやらかしてくれるのかとか。まだまだ注目していきたい。本当にシド君をめぐる恋模様っていうのはね。まだまだ解決してないですからね。そこらへん、いろいろと注目しながら、楽しんでやっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さて、行きましょう。ころ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 。 キンコンカンコン。なんだ教会教会じゃない。お、死度く。さあ、あ、なんかすごい手前の子が可愛いい。おおいおいおい。死んだわ、あいつ。相手はあのスエドウさんだぜ。なんだ 俯で眺める役。<laughs> すげえ、いっぱい来るんだ。強者が。うわぁわわわ、わぁ、わぁ、わぁ、わすごいなやばそうなのがいっぱいいるなあ、一番やばいのがいました。うん。 おやるべきことああははああははそういうムーブをしたいわけね。弱いと思ってたら、めちゃくちゃ強いみたいなのやりたいわけだ。 <laughs> すげえノリノリ。なんか、いつにもなく、いつに、いつにもなくノリノリじゃないか。でも、シド君、実は強いってバレたら、今の立ち位置危うくならない。 さあ、今んとこゼータが、ゼータとイータが深く指導に絡んできてないような気がする。陰実では大活躍なんだけどな、ゼータもイータも。多分本編にあんまり絡んでこない子を陰実で活躍させたりしてるんだろうな。はーい、えース、はーい、えースさあ。 でもなんかさ、やっぱりこの世界だってやっぱり七影のフルスペックをあんまり活かせないところはあるよな。敵が弱すぎて。さあ、こうやってアウロラ編が入り、そして、このあのステッキの人は何だステッキは何だいいね。でもなんか、シャドウガーデンのフルスペックみたいな、なんか、全、全身全霊で戦う姿を見てみたいけど無理なんだろうな。 さて、ガンマ。おシド君、来てる。なんだかわいい。転びちゃわない。あ、転びそうと思ったら転んでいた。おう。 ははは。<laughs> おう。<laughs> 単純に。正体を隠して。そうか、シド君ってバレずにってことかおあら なになになになんか頭なんか変な機械があるけどんんなにあらイーターンでなにすんの ですね、とうとう、あー特あ特殊ああ、なるほど、なるほど、なるほど。特殊メイクか。なんか運ばれてるけど。絵面がシュールすぎる。地味な青年、地味な青年か。あ<ー>あああその人 <laughs>、と太って見える。なるほど、なるほど。 感動された、感動された男がめちゃくちゃ強かった剣になるな。ただ、貴族に戻って来いと言われてももう遅い。なるほど、なるほど。他人になりすまして弱いふりをして実は強かったをやりたいっていうことか。なかなか贅沢な悩みを叶えてもらっているな。さて、ガションガション。あらあ、これかオープニングの。あれ なんか、でかっ、なんか、ほんとに。なんか、すごいな、いろんなものが変わってる。おう、そうなんだ。 まあね、発電発電器具あら声も変わってるあこけてこけるよあはははそうね鼻血がまたこれ緑川さん違うかすげえイケボだけど。 アンネローゼあ,あ何人か呼び出したって言ってたような気がしなくもないさてアンネローゼあこの人あれケンかごめんなさい おぉやばい、フラグを立てつつあるな。みんなに舐められるね。あはははあ、はい。 クイント。あらー、なかなかテンプレ、テンプレ的なことを言うね。モブ力が高いぞ。おで、うぅ、いや、聖剣好き、顔面を。 さあ見せるのか動きを見ればわかるやるかやられるかうん。 うわうん。まあそうね。まだ実力は見せない。あー、痛い あ、でもしどくん痛みは我慢できるからなさあう,うんあーなるほどね。 あらーなんか、すごい。収入臭いことを、うん。そうね。あ、受け身いなしてたのか。ただ者じゃない。アンネローゼフシアナス。地味な青年です。さあ。 ノリノリだな、シド君。<laughs> すごい、陶酔している。<laughs> まだだ。種明かしはまだだ。やばみんな引いてるぞ。 みんな弾いてるぞ、大丈夫か なるほどクイントンおうん。まあ、シド君になったりならなかったりしてるんだ。今、今、気づいたけど、そういえば。ああ。 あーアイリスさんかローズさんなるほど完全に賭けが始まっているああ寝ろぜ。ローゼ o ははは軍資金。かっこいいだろはははさて、もう扱いが悪い。ヒョロままあ、確かに。確かに。さて、また骨格いじらないと。 うんあ。まあ、どこで実力を出すかってとこだな。あなんだこぞかれた。あらあははは来たね。格好は珍しいのかそうです。っていうか。どんどんこれ、これシド君の英知だよね。 あらははは、<laughs> 仲良し三人組 <laughs>。なんか、ローズさんだけすごい余裕があるな。まあそうね。ちょっと、まあバチってるよな。どうぞけよ。 いいこの皮をかぶった。結構食べるんだね、シドくんって。あら。あ、そうか。あ、あ、ド M ケツアット。とんでもねえ名前だよ、本当に。 親の顔が見てみたいね。まあそうね。この感じだとね。まあ。あ、そうなんだ。なのにか。 美しいもの。あああの、ヒャッハーしてる、ヒャッハーしてる頃。なるほど。盗賊を飼っていた頃ね。なあ、そうなんだ。あれでも赤い瞳だったの おううわあ。なんやかんや。女の子と特別な距離にいるな。なんやかんやな。さて。 おー、訓練予選あ、そうなのおうん。ああ、データ系か。競馬とかでも決闘を重視するタイプなのかなうん。 あははどい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 。えなんだ後ろに金ピカがいる。ゴールド金メッキ、金メッキだぞ。中身多分。<laughs> すーごい名前。 ちょっとヤスリがけしていいですかその、その鎧。鉛色が出てきそうなんですけど。ゴールド金メッキー。すーごいあの、すいません。ちょっと鳴き声が邪魔で入ってこない。<laughs> うん。勝つために。指導は興味なし。 待って。<laughs> なんか。おああれ地味な青年。え、自信クいるけど。うん。すごいな。ほんとに剣士か。拳の侍と書いて剣士ではないか。 あらバトルパワー。やばいやばい。数値が始まったらちょっと、だいぶ危険になってくるぞ。ああ、なるほど。まあ、10が確か5だからな。十段かなんかが5だから。5だっけ ?30 だっけさて、君の青年。さあ、見せてくれ。ゴールドアイ。あら あ、なんやかんやかってるんだ。ダメだ、見るべがない。やっぱり金メッキだ。33。あらー <laughs>、そうです。あー、さすが。まあでも、白くんが上手いっていう説もあるからな、実力隠すの。さて。見てなかったね。 瞬殺。あら、やばいぞ、ちょっと。目ん玉まで金メッキなんじゃないかという空になっている。さて見ている。見えてた拳で。剣すら抜いてない。 でも見えてるなぁ。この人は試合自体見てなさそうだったからなぁ。はい、二つある。うん。おい、二択じゃねえかおいおいおい、二択 あらすげえインチキ臭いんだけど、どっちにかけるかの問題でどっちにもかけろって言ってるぞ。あはははやばい、ワンパンされそう。まあ、うんこしてる間にあの、顎に2発入れてきました。さあ、見られてることを理解している。 おぉあの人に、こう、疑惑の種をこうまいてるわけだな。今、こう、芽を出して育ちかけている。あはは、すごい生首が落ちてますはいはいはい。はいはいはい。すいません、あの生首が落ちてる事件です。そういう保管の仕方をしているのか。何オリアナさん うおあのあ同感。<laughs> 同じです、全く。なんでうわぁ、でもなんかローズさん見ると、やばいなちょっと僕、こう、いろいろと見ている中で、みんな可愛いなと思ってるけど、シド君とくっついてほしいのはローズさんだって今思っちゃってるな、やっぱり。ローズさん、こう見てるとすごいいい子だし、 でもなんで刺したんだろうま、刺したことには間違いなさそうだよね、多分。不可抗力かなんかで刺した可能性がワンチャンある。あの感じだと。刺すつもりはなかったけど刺しちゃったみたいな。これ誰だあ、イプシロンか。あーああた、いたいたいた。いなんだ、なんか、ピンク色だけど、髪の毛が。 なんか刺しちゃったっていうか流れで刺しちゃったのかなまあ、ド M ケツハットだから刺してくれ刺してくれって言って刺したら死んじゃったみたいな。ま、あいいんじゃないですかド M ケツハットだからまあ。まあ、でもケツバットにしてあげればよかったのかもしれないというところではありますけれどもね。うん。いや、いいな。なんかでもちょっと今回ちょっと色々とちょっと、ちょっと色々とこれ、これどうなるんだみたいな感じで考えちゃったから。かなり頭が優勢して動いていたような気がします。僕。 なんかでも今回情報量が多かったらなんか画面の情報量が多いんだよな今回 <laughs>。 はい。というわけで見終わったわけなんですけれども。いや、なんか今回情報量の多い回だったな、よく考えたら。なんか、頭の中で色々とさ、聞きながら見ながらさ、なんか面白いことも起きているんだけど、裏でなんかちょろ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 ずっと動いていて、気になるでいいことも結構動いたりとかしたから、なんかちょっと、僕の頭が軽くショート仕掛けていたんじゃないかっていうふうに思っているわけなんですけれども。うーん。いやー、なんかやっぱりシド君が動いていると面白いですね。なんかでもかなりこう、よ、なんかのんびり見てしまったような,な感じがしますね、今回ね。あーいや でもいいですねシド君がノリノリで僕は嬉しいよシド君が楽しそうにしてるだけで僕はそれを見ていたいあーでもローズさんがド M ケツハットを刺したのか あでもなんか不可抗力っぽいよななんか。まあまあ、悪意を持って刺したってことはなさそうだよね。だから、なんかいろいろとこうせ、なんかいろいろと迫られて、うわ、もう嫌だって言ってるのにってなって、まあ刺しちゃったっていう流れもありそうだし、うん、悪意を持って刺したっていうことは少なくともないと僕は読んでいるんだけど、うーん、どんな人間かにもよるよなド M ケツハットがなまあ、七かけも動いてるっぽいしね。 これを使って、ローズになりすましてドエムケツアットを刺してる可能性だってあるわけじゃん七影の誰か。うん、イプシロンとかそこら辺かなわからないけど。うーん。 その可能性もあるから、ま、なんとも言えないところでもあるし、うーん、まだまだ、まあ、次回にならないとそこら辺の本命な部分は分わからないかなっていうところで、まあ、アンネローゼだっけアンネローゼまた新しく出てきたなぁ。これは、多分、あれだなぁ。また新たなヒロイン候補ができてしまいましたね。これはね、どうなってしまうのやらね、っていう感じではあるんですけど、あーいやー、なんかでも本当に情報量が多いな。なんかね、一周じゃ突っ込みが追いつかないですね。うん、ゴールドーキンメッキさんも、あ 一たった一つ賭けの対象が二つしかない超か半かに賭けろって言ってるのに超か半どっちかが当たるって言ってるようなもんだからなどっちかに賭ければ多分当たるだろうっていう風に言っているなかなかとんでもないことをしてるなというような感じではあるんですけれどもいやなんかでも今回なんか登場人物が面白すぎて全体的に情報量が多くて頭がちょっと混乱しかけてはいるんですけれどもまあでもやっぱりローズさんを巡って色々動いていくしオープニングに出てきたねあのなんか男の人は誰だったんだろうっていう風に思ったらあれは地味な青年っていうことですね あー、シド君はどうにか、誰に対して真の実力を発揮することでやべえと思わせるかっていうのを常に考えているわけで、まあ、いわんとこ疑惑の種をまいていて、あの人だけが分かればいいっていうか、あの人だけが気づけばいいっていうところで、あの人と戦うときに出していくのかな、どうするつもりなんでしょうね。非常に気になるところではあるかなというところでありますね。あいつ強いんじゃないのって分かってる人が何人か出てくる情報であって、何、状況であってほしいっていうのはあるんだろうけど、あー、すごい難しいですね。 これどうなんだろうどうする気なんだろう非常に悩ましいところでありますね。見ててね。あー、でも僕だったらな、でもどうだろうなーどうだろうなぁ。シドくんがどこでハッスルするかっていうのも非常に気になる。あー、でもやっぱりガンマも可愛いなこう見てるとなーなんか運動音痴でドジっ子でっていうところを見るとなーなんかみんな可愛いなーやっぱり近毛なぁ。あー、いや、いいないいなーいやー、次回も楽しみですね。こうなんかのんびり見てても楽しめるし、こうグッて見ていても楽しめるっていうので、本当にワクワクしか しかないのでアイリスともしかしたら地味な青年が戦うかもしれないしっていうところでまだまだこれから結構熱いカードっていうのが残ったまま今回終わったので次回以降も楽しみにしていきたいと思いますので是非とも皆さん一緒に楽しんでいきましょうはいというわけでなんかね僕が勘違いしてる部分とか把握が漏れてる部分とかがあれば色々コメントをいただけたらなという風うに思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わろうと思います以上影の実力者になりたくて第15話でしたバイバイ